ロビン・ウォレンは、オーストラリアの病理学者。2005年、ノーベル生理学、医学賞受賞。西オーストラリア大学名誉教授。サウスオーストラリア州アデレード生まれ。セント・ピーターズ・カレッジ卒業後、コモンウェルス奨学金を獲得し、アデレード大学メディカルスクールへ進学。1961年アデレード大学で、医学士と理学士の学位と、医師免許を取得。 クイーン・エリザベス病院委員、医学獣医学研究所研修医、王立メルボルン病院臨床病理学教室研修医、王立メルボルン大学病理学教室研修医、公衆王立病理学カレッジ会員、王立パース病院病理学教室専門医。2005年から西オーストラリア大学名誉教授の地位にある。1979年にヘリコバクターピロリを発見。 キャリアの大部分を王立パース病院と西オーストラリア大学医学部病理学教室で過ごす。西オーストラリア大学での同僚バリー・マーシャルと共にヘリコバクターピロリが胃海洋の原因であることを証明し海洋患者のヘリコバクターピロリの検出を容易にする便利な診断テストの開発に成功。この業績が認められ2005年に ノーベル生理学、医学賞を、バリー・マーシャルと共同受賞した。マーシャル BJ、ウォーレン JR、アンアイデンティファイド・カーブド・バシライ、インザ・ストマック・ペーシエンツ・ウィズ・ガストライテス・アンド・ペプティック、ウルセレーション、ランセッタ1984-1、1311から1315、プミド6145023、サーベイアーイ、 グッドイン CS、マルン BP、ジルホドいい、ウォーレン JR、マレー R、N、ウォーターズ・テ、サンダーソン CR、ザ・十四 C、ユリア・ブレス、テストフォーザ・ディテクション・オブガストリック、キャンピロ・バクター、ピロリ・インフェクション、メット、J、オースト、一九八九百五十一、四百三十五から四百三十九、プミド二百五十九万三千九百五十八。ありがとうございます。